岩瀬駅は、茨城県桜川市犬田にある、東日本旅客鉄道水戸線の駅である。当駅は、桜川市の北部に位置し、同市の代表駅であり、旧、岩瀬町の中心駅である。かつては当駅より、真壁駅、筑波駅を経由して、土浦駅方面にへ、筑波鉄道筑波線が接続していたが、1987年3月31日を、もって廃止された。 同市の旧、真壁町中心市街地と、ウィン三落法寺、小山寺の最寄り駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。下立駅管理の JR 東日本、ステーションサービスが、駅業務を受託する、業務委託駅で、自動券売機、 簡易水下改札機が設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は763人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。駅前駅北側は、岩瀬市街が広がる。旧、岩瀬町の中心をなし、現在も桜川市に2つある各の1つである。柿角湖内は、通称地名。 駅前広場内を発着する。20世紀半ばには、東武鉄道が、下立、笠間方面に路線を伸ばしていた。1987年4月1日から2008年3月までの21年間、新壁、筑波山口方面の、筑波鉄道筑波線代替バスを、関東鉄道が運行していた。代替バスは、当初駅南側の筑波鉄道所有地を、 発着していたが、1990年代に、駅出口のある北側に変更。この時に折り返し場の確保の観点もあって、岩瀬中央公民館まで、わずかに延伸している。また、これとは別に2005年8月24日から2007年3月まで、貫鉄グリーンバスが、筑波山口、筑波センター方面の一般路線バス急行便を運行していた。その後、 新壁のひな祭りの時期に貸し切り扱いの臨時バスが出た他は9年半もの間定期路線バスの発着が全くなく2017年10月1日の桜川市バス延伸まで待つことになる。ありがとうございます。